コーナーの美術ニュースブローさんが切るというコーナー切る切らないよ何でもこれ、皆さんのコメント今回の皆さんからの質問であったの質問でもありましたし、うん、今までのコメントでもいろいろいただいてまして、はい、今年なんか、結構美術に関する、うん、ニュースが多かったなと、はい、それをブローさんに話していただきたいな、はいはい、あ、名画襲撃事件、はい、これ名画襲撃事件をなんかそういうご要望があってあったからちょっとリストアップしてみたらもういっぱいなんだよ。すごかったね。特に10月すごいね。うわ本当だ。5月にルーブルでモナリザにケーキぶつけたやつがいたよね。で7月にはウフィチでボティチェルの針にこれ貼り付きって書いてあるんだけど、これこの辺もみんなやってんだけど、絵の額とかガラスに瞬間接着剤で自分の手貼り付けるんだよ。あれロックオンっていう手法らしいんだけど、うん、要するにそれを退去させるのにものすごい時間かかるじゃない、はい、その間中ずっと主張してられるじゃない。あすみません これは貼り付いただけね。それで10月4日にロンドンのナショナルギャラリーでゴッホのひまわりにトマトスープかけて、これも貼り付きもやってるわ。で23日はドイツのポツダムのバルベリニ美術館でモネの爪穴にマッシュポテトって言った。で27日にはオランダのマウリッツハイスでフェルメールの真珠の見飾りの肖像に、これは確かトマトスープをかぶった男が頭をこすりつけたでね。で27日にはオルセーでゴッホの自画像にトマトスープかけ、そしてこれ係員が見つけて未遂だった。で11月の15日には今度ほらエゴン・シーレが来るオーストリアウィーンのレオポルド美術館でクリムトの使徒星に、ちょっとこれはねちょっと他と違うんだが油かけやがったのよ、ね、らしい黒い油をかけたっていうところなんですけども、これねあれ今もなんでトマトスープと出ましたよね。それをちょっとご説明しようと思うんですけれども、このトマトスープやってる人たちはですね、このロンドンの人たちもそうなんですけども、これナショナルギャラリー、これナショナルギャラリーさんから配布されてる写真なんですけど、この手こう貼り付けてるんですよ、この人たち。でここで缶持って、ハインツのトマトスープの缶なんですけども、これここにジャストストップオイルって書いてあるでしょ、はい、このグループなんですよ。略称 JSO っていうらしいんですけども、うん、でこの JSO の一つのアイコンでこれがあるんですよ。おレジストってことではジャストストップオイルってね、これノーニューオイルガス、もう石油と天然ガスは使うのやめましょう。でこれはだからやっぱりウォーホルをもじって、ウォーホルはキャンベルだったけど、ハインツのトマトスープの缶で、こういうのを一つのこのなんていうのこういう連中のロゴっていうかアイコンとしてあるわけですよ。だからこれ缶持ってジャストストップオイルって言って、私たちがやってますっていう、このグループの一つの方法、もう確立された方法なんだよこれ。でトマトスープはまあ水性のものだし、でまあガラスかかってるから洗えば、まあ、絵画自体は傷つけてないだろうと、傷つけないよという、そういうことでトマトスープが選ばれてるんだよね。で似たような団体は他にもあるから、多分マッシュポテトとか黒い油とかはこの JSO じゃないかもしれないんだけど、まあ、こういう団体があるわけですね。だからなぜトマトスープかというと、このジャストストップオイルの連中の、まあ、一つの象徴的なアイテムだからということです。でこの貼り付き、このロックオンに なんで接着剤で貼り付けたとかって新聞報道で、どういうことかっていうと、こういうことなんだよね。壁に貼り付けてみたり、ガラスに貼り付けてみたり、額に貼り付けてみたりするんだよ。それでもう救急車来た救急車絶賛来て、まあ聞こえるか、聞こえるよね救急車来ててもね、はい、うん、消防車も来たぞ消防車も、火事だよ近いです
まあこのくっつけることでなかなかこうすぐ連れ去られないで、その間ずっと席を使うだとか、ギャ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 、まあ、めいてるし、こうやって写真も撮ってもらえるし、で報道してもらえるしっていうことで、貼り付けてるわけですね。なぜトマトジュースか、なぜ貼り付けるか、でなぜ名画を狙うかということですけども、この人たちの理屈はですね、芸術も環境も人類にとってかけがえのない守るべき大切なものだとね。それを怪我されたらどんな気持ちになる、 How does it feel? 念が出るですよ。でひどい気持ちになるでしょうと。同じことを私たちは環境に対してやっていますと、考えてっていう、まあ、そういう理屈が一つです ね。一番この人たちが言うのは必ずそれですよ。どちらも守るべき大切なものなのに、じゃあ絵画を守るのとね、芸術を守るのと同じぐらい の熱意と労力とお金をかけて環境も守りましょうよと。私たちは絵画を破壊するのが目的ではないと。だから必ずガラスがかかった作品しか目立っとらんと、ダメージを与えるような攻撃はしておらんと、まあ、そういう主張が一つです。もう一つは、この世界中の美術館のとこおよび美術市場、美術マーケットはもう少なからずオイルマネーに支えられていると。そこがまたこの名画を狙う一つの理由になっているんだよね。でここでさ、あれなのは、この特にこの JSO ジャストストップオイル、これの一番の支援者っていうのがアイリーン・ゲティなんだよ。アイリーン・ゲティっていうのはジャンポール・ゲティの孫娘なんだよ。ジャンポール・ゲティっていうのはアメリカの大石油王だよ。石油王だよ。でその孫が誘拐された時に身代金値切ったことで有名な人なんだけど、その身代金に値切られたおかげで耳切り落とされちゃった孫の妹だよ。ジャンポール・ゲティ3世の妹アイリーン・ゲッティが、この連中に莫大な資金を提供していて、で大支援をしてるの。でこの事件があった後、これ10月22日にイギリスのガーディアンという新聞に声明発表して、私は彼らの行為をとても誇りに思う。で私はね、ご存知のようにね、石油で財を成した家に生まれたと。でその、遺産を相続してると。で石油で稼いだね、お金はね、石油を使わなくすることに使うべきだから私はこれからもガンガン支援してきますみたいなことを言ってて、でこれアイリン・ゲティだけじゃなくってね、ロックフェラーのあれ、ひ孫なのか、レベッカ・ロックフェラーっていう人もいるんだけど、この人もこのタグの団体支援してるんだよ。だからこう、アメリカの石油王の子孫たちがどうもこのジャスト・ストップ・オイルを支援してるんだよね。だったらさ、特にアイリン・ゲティはジャンポール・ゲティ美術館でやれよっていう話だよ。確かにロスにあんだから。だからなんか日本のね、新聞見てたらね、それはね、お兄さんが誘拐された時にね、身代金をケチってまで美術品を集めていたね、おじいさんへの復讐かもしれないとかって書いてあるんだけど、それはないと思うんだけど、ジャンポール・ゲティ美術館でやってくださったらどうですかって思いますよ。もうそんなにやりたいんだったらね、迷惑ですし、あまり言ってることは分かるよ、すごく分かるけど、あまり効果がないと思うよ。だって知ってんだもん、もうみんなあんまり石油とかガス使うと良くないよってことは。わざだって知ってるだろう。ね、だったらそのお金があるんだったら石油やガスを使わないでどうするいうふうにやっていけばいいかってとこにお金使ってほしいなって気がするけどな、そっちの方に。もう分かってるよこれはって。結局
縁は痛まないのって言ってる。額縁痛む。そうですよね。額縁痛んで、額縁の修理代まあまあかかってんだよ。それでこれはね、ロイターがね、12月の4日の記事であったんだけどね、これで今美術の会では保険金額が上がるっていうことでみんな騒ぎになってる。そんなだからそんな効果しかないんだよこれやったって。美術品の保険金額上げてるだけなんだよ。保険屋に儲けさせてるだけなんだよ。だったらもっと本当にそのね、どうやったらストップオイルできるのか、これをどうすればこの納入オイル&ガスで暮らしていけるのかの具体例をこう示していくことの方にお金を使ってほしいなと思いますけどね。そんな事件ですよこれは、はい、まだ続くと思うよ。そうですよね。何しろ資金が潤沢だからこの人たちねえ、何にも分かってなくてあれなんですけど。何ですか。あのこの持ってトマトのこれ缶持って入ることを美術館は許してて入ってる。そこだよな、うんうん、だから そこ問題だったんだよ、うんうん、そこやっぱり警備が甘いっていうことになって、はい、あごめん、だからここ未遂で済んだんだよ。あーそっか。あじゃあちょっと厳しくはなってきて、うん、厳しくなってきてんだよ。この人たちがやってることは美術館の警備厳しくすることと美術品の保険金額上げることにしか今のところ役に立ってないんだよ。注目されるっていうことだよね。確かにこうおっしゃってるところです。あの成功ですけども、言葉とかも本当名画中の名画を狙って、名画中の名画を狙っていってるんですよ、はい、だって名画中の名画がガラスかかってるから。あーなるほど。名画中の名画は大概最近ガラスで保護されちゃってるから、ガラスで保護されてる、まあ、ガラスだかアクリルだか知らないけどさ、作品しか狙いませんっていうのは一応彼らのなんていうかエクスキューズなんだよね。そんなニュースでした。ありがとうございます、はい、というわけで山田五郎大人の教養講座をお送りしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。皆様の暮らしに潤いをというようなことで始められた番組っていうか YouTube らしいんでですね、皆さんの暮らしがちょっとでも潤ったなと、ちょっとでいいですよ、湿度にして 1% ぐらいとでも潤ったなと思われた方はですね、ぜひチャンネル登録をしていただけると我々の暮らしもちょっと潤うということなんでよろしくお願いいたします。